兵庫県高砂市にある新港前踏切、今日の憤懣の舞台です。周囲には工場地帯が広がっていて、山陽電鉄新井駅からおよそ200メートルの場所にあります。地元住民らにこの踏切の印象を聞くと、危険だと思います。ああ危ないですね。安全かどうかって言ったらちょっと疑問ですね。危険な踏切だと皆口を揃えます。その訳とは、こちらの踏切なんですが、遮断機から交差点までの距離がおよそ12メートルしかありません。踏切と交差点の間隔が狭く、車2台が並ぶのがやっと。交差点の信号が赤になった際、車が詰まって電車と接触する恐れがあるのです。実際にこの踏切では事故も起きています。先頭車両の運転席は完全に大破しています。2013年踏切を通過しようとした直通特急とトレーラーが衝突。衝撃で電車は新井駅のホームにぶつかり、乗客15人が怪我をしました。現在警察が事故車両を持ち込んで現場検証を行っています。事故当時、遮断機はトラックの後部部分に引っかかったということです。交差点の信号が赤になったことで車が詰まり、遮断機がトレーラーの後部に接触。脱出するためにスロープを倒したところ、特急と接触したのです。事故から10年、現場では事故を防ぐ対策が取られています。この標識ですね。大型の車はこの踏切にこちらから進入することはできません。警察は踏切を越えて交差点に向かう北向き道路の一部区間について、バスやトラックなど中型以上の車の通行を禁止しました。中型はもう向こう回ってねみたいな感じで言われてるんで、これはちょっと行ける方がいいけど、昔5時間電車の脱線事故があったから、もう多分永久にダメやろうね。向こう言えば通れるようにはしてほしいけど。とはいえ、ルールを守るドライバーばかりではありません。トラックが踏切を横断してきました。ここは本来通ってはいけない場所です。通行禁止の標識がこれでもかというほど設置されているのですが、標識に気がつかないのか、主に他府県ナンバーのトラックやバスが次々と踏切に進入していきます。トラックが今踏切を渡ってきました。再び事故が起こるかもしれないと地元住民は心配しています。まあ、あの事故以来は看板とかは立ってますけど、そんなすごく改善、すごい改善はあんまり感じないですかね。そこで停止線で止まって2台並んだりとか、トラック1台並んだら、もう本当にここのオレンジラインのこの踏切の遮断棒引っかかるところまで聞きますので、今踏切になったらダメなんかなって思う瞬間はよくあります。このような危険な踏切は他の場所にも。大阪府枚方市の京阪御殿山駅すぐそばの踏切、これやばいっすよ。閉じ込められる可能性あるでしょ。たまになんか危ないなっていう感じの人はよくおって、ギリギリでバーって行ってるから。遮断機から前の歩道までの距離は高砂市の踏切よりもさらに短く、およそ5メートルしかありません。歩道は交通量が多いため、踏切を渡った先でたびたび車が動けなくなるのです。前方の道路の車が途切れず、
踏切の中に車が取り残されています。あ、車が1台踏切の中にいます。今遮断機が降りてきたら非常に危険な状態です。大丈夫だ。あ、踏切が今鳴ってきました。非常に危ないです。危ない危ない。いや、危なかった。枚方市は前方に車が止まっていたら踏切に進入しないよう呼びかけていますが、それでも前の車に続いて進入してしまう車が後を絶ちません。実際以前取材した際には踏切を渡ったトラックの荷台が遮断機に引っかかることも。周辺の住民はあわや事故という場面を何度も目撃しています。あんまり知らない人なんかは通ったらよく挟まってます。トラックの場合もっと向こうまで行くから、もうギリギリ止まってもお尻が引っかかったり。知らなかった時渡ってしまって、遮断機閉まって危ないことになったんで、それ以来1台向こうにいたら渡らないようにしてますね。国土交通省によると、こうした緊急に対策の検討が必要な踏切は全国におよそ1500箇所あります。しかし踏切自体を廃止するなどの抜本的な対策は交通事情などもあり現実的に難しいのです。10年前踏切事故が起きた高砂市の担当者も頭を抱えています。踏切を廃止したりとか、はい、こちらの踏切はですね、高砂一道の中でも自動車の交通量が、一番多い道路にある踏切ですので、現在のところは踏切の廃止っていうのは検討しておりません。兵庫県はこの踏切周辺の線路を高架にする方針です。しかし完成するのは20年以上先で、解決には程遠い状況です。踏切事故っていうのはゼロにしたいというふうに思ってます。ですので抜本的な対策としましては、連続立体の交差事業になるんですけど、やはり長期的な事業になっておきますので、それまでの間、交通安全の啓発であったりとか、今しでできる最大限のことをこれからもやっていきたいと思っております。10年経ってもなかなか前に進まない踏切の安全対策。再び事故が起きないように早急な対策が求められています。